よし、だいぶ集まってきたね。早く帰らないと危ないかもしれないね。そうだね、それじゃあそろそろ帰ろっか。ん？なんだ今の音は。って、うわ大変だよ、急いで逃げて。はぁ、巨大な顔が僕たちを追いかけてきてるぞ。楽しそうな顔してるね。そんなこと言ってる場合じゃないのだ。この目は間違いない、僕たちを襲うつもりなんだよ。これが本当の鬼ごっこだね。はい、ということで大変です。なんと僕たち巨大な顔のヨシエさんに狙われちゃったみたいです。ここまではさすがに追ってこれないんじゃない。いやいや、ヨシエさんは死ぬまで追いかけてくる幽霊なんだよ。このまま僕たちがこの村に残ってしまうと村人さんたちにも迷惑かけてしまうから旅立つしかなさそうだね。でも逃げてもどこまでも追ってくるんじゃないの。どうにかして追われないようにできないかな。そうだな。それなら絶対に追ってこれないような鉄壁のセキュリティハウスをここに作るしかないな。かっちょいい響きだね。きっとヨシエさんは夜明けまでには来るから急いで作らないと。ヨシエさん怖すぎって思った君は、チャンネル登録高評価で教えてね。とにかく夜明けまで時間がないから急いでセキュリティハウスを作ろうよ。テキパキやってくよ。でも一体ヨシエさんってどこから来るのかな。おそらくヨシエさんは村の先にあるこの森からやってくるはずだから、急がないと僕たち丸見えになっちゃってるよ。はぁ、怖いね。よし、これぐらいの大きさがあれば大きな顔のヨシエさんでも入ってこれないはず。それじゃあ近づけないように周りにマグマを囲んでいこうよ。まずはセキュリティハウスの周りを一マス掘っていって、鉄ブロックで囲っていって、さらにその周りを一マス掘っていくぞ。一マス掘ったらそこにマグマを敷いていけば最強のマグマセキュリティの完成。あっちよし、これでセキュリティハウスができたぞ。完成だね。このままだとセキュリティハウスに私たちは守られるけど、村に近づいてきたらどうするの？そうだな。それなら絶対に近寄ってこれないようなセキュリティをここから森にかけて作っていこうよ。どんなトラップを作るの？僕にいい考えがあります。二人ともついてきて。一生ついていくよ。急げ急げ。まずはこんな感じで穴を掘っていって、次に黒曜石をこうやって、よしよし、いいぞいいぞ、いい調子いい調子。こんな感じで黒曜石を敷き詰めていったら、ここにディスペンサー、そして一段上に水入りバケツ、ここにカイロを敷いていくぞ。どんなトラップなんだろう。ディスペンサーにカイロがつながるように設置して、カイロにつながるようにこうやってこうやってこうやってリピーターを敷いていって、あとは最後にこのディスペンサーの中に TNT を入れておきます。どうなるの。見てて、スイッチオン。わー、中に入った TNT が爆発して大きな音で威嚇して近寄れないようにするセキュリティだよ。これはびっくりしてヨシエさんもメンタル止めちゃうね。確かに爆風でびっくりするかもしれないけど、それだけだって分かったらやっぱり追ってきちゃうんじゃないのかな。そうだな。それならもう少し危険なセキュリティで近寄ると危ないよっていうのをヨシエさんに教えてあげようかな。楽しくなってきたね。すごいの作っちゃうぞ。あれじゃあ急いでお願いするのだ。それでは第2のセキュリティはこれを使います。ネザーラックです。これが危険なセキュリティ。とにかくこれを地面に敷いていくんだ。よしよし、こんな感じで敷き詰めていったら、次に少し遠くから離れて、この火打ち石と内金で火をつけてみて。分かった、はい、お、火がついたのだ。バンファイヤー、バンファイヤー。わあ、すごいねこれ。実はこのネザーラックっていうのは、一度火をつけると永遠に消えないんだよ。だからこの火を見ればさすがにヨシエさんも追ってこれないんじゃないかな。癒されるってことだね。全然違うのだ。誰がキャンプしてんねん。あとは最後に僕たちだけが通れる細い通路を作っておけば、さすがのヨシエさんここ入ってこれないでしょう。えい、マー君何やってるのだ。おいらこういう危険な遊び好き。いや待て待て待て、それどころじゃないよ。バナオ君が抜けれるってことは、もしかしたらヨシエさんも抜けてきちゃうかもしれないじゃん。それじゃあ次はどうしたらいいのだ。バナオ君は炎の上を飛び越えてきたから、飛び越えれないようなセキュリティを作った方がいいかもしれないな。上がガラ空きだ。
これ以上高い炎なんて無理なんじゃないの？そうだな。あ、そうだ。いいこと思いついたぞ。次のセキュリティにはこれを使います。これはファイヤーチャージ？どうやって使うの？まずはここをこうやって掘っていって上向きにディスペンサーをつけます。こんな感じで女性さんに当たるような感覚で設置していきまして、次にこんな感じで穴を掘っていって、そこにレッドストーン回路をねつなげていきます。こんな感じかな。こんな感じでね、よし、いいぞ。最後にレッドストーン回路をこんな感じでここにコンパレータースイッチオン、くるっと回してボタンを設置すればこれで完成。ちょっと見てみたいのだ。スイッチオン。わー、こんな感じです。すごいね。これで炎の壁を作ってしまえば、さすがのヨシエさんも僕たちに近寄ってくることはできないんじゃないかな。これはもう完璧だね。確かに壁の威力はすごいけど、ファイヤーチャージが切れたら持ってくるかもしれないよ。え、でももう僕武器持ってないよ。何か持ってる？武器か、これを敷き詰めていっちゃう？時間もないし、急いで死んでいこう。でもそれだけだとまた上空から突破されちゃうかもしれないから、何かもう一つあればいいんだけどな。じゃあこれもつけちゃう？え？バナオくん、それ赤外線レーザーじゃない？マグマブロックと赤外線レーザーをうまく組み合わせれば、ヨシエさんは近づくこともできないだろうね。その案乗った。よし、じゃあ敷き詰めれるように穴を掘ってくよ。こんな感じでいいのかな。おお。バナオくん？ん？結構飛び出てるけど大丈夫これ？おしゃれだよ。雑だな。よし、これだけたくさんのセキュリティを仕掛けたら、ヨシエさんも大やけどしちゃうよ。でももしかしたら気が利かない可能性もあるよね。だからさっきのファイヤーチャージと同じ要領で弓矢連射器を作るのはどうかな。なるほど、弓矢の壁か。それは効果があるかもしれないね。よし、それじゃあ急いでやっていくのだ。炎は効かないかもしれないけど、弓矢だったら直接攻撃できるもんね。まずいな、夜明けまでもう時間がないぞ。もっと早く作れるセキュリティないかな。人生には近道っていうのはないんだよ。何意味ありそうに意味ない言葉言ってんだよ。よし、これで弓矢連射器も完成だね。もしかしたらこの弓矢も切れちゃうかもしれないのだ。確かに忘れてたよ。じゃあソイラが最速のトラップを作っていくよ。最速？うん、あっという間に出るから瞬きせずに見ててね。一体どんな感じなんだろう。よし、こうやってこうやってこうやってサボテン、そう、こうやって積んでいけばもうこれだけであっち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 ーっていうトラップさ。いってってってじゃないの。あ、そうだった。こんな感じでいいのかな。これは早く作れるし効果的なセキュリティだ。すげーな。時間ももうないし急ぐのだ。急げ急げ。これだけ敷き詰めておけばヨシエさんも入ってこれそういないね。完璧。よし、それなら最後に全てのセキュリティを突破した時のための最終兵器だけ作っておこう。ここにこうやって穴を掘っていって、一体どのくらい深く掘るんだろうね。これは落とし穴になるのかな。あ、バナオくん。はい、ということでなんとか夜明けまでにはね作り終えることができました。本当に吉田さんは来るのかな。ちょっと外の様子でも見に行ってみようよ。でも危なくないかな。まあこんだけセキュリティもあるんだし行ってみようよ。確かにな、これだけのセキュリティを用意しておけばさすがのヨシエさんも近寄ってこれないか。それじゃあまずは第一のセキュリティ、大きな音と爆風で威嚇するセキュリティを発動させておこう。よし、うわ、すごい。あ、バカ、大丈夫、水入って水入って、うわ、ちょっと、バカバカ、危ねえ。おー、なになに、うわぁ、二人とも大変だよ。ヨシエさんだ、逃げよ。逃げるよ。大きな音でもびっくりしなかったんだ。ヨシエさんって一体どうやって動いてるのかな。ちっちゃい体でもついてるのかな。ふざけてる場合じゃないぞ、バナオくん。ダメだ。まだまだ笑ってこっちに来てるよ。
あんなに燃えてるのに笑ってるよ。こうなったらその他のセキュリティを発動させるしかないな。えい。おお、すごい、炎に弓矢いっぱい出てるね。攻撃は確かに食らってるはずなのに、どんどん近づいてくるのだ。マグマブロックと赤外線レーザーどうだ。ダメだ、バラオ君の砂サボテン全然ダメじゃん。簡単なスワップは簡単に抜けられちゃうんだね。なんで先に言ったんだ。ずいずい来てる、ずいずい来てる。もうダメってことなの。全てのセキュリティを抜けられてしまった。こうなったら最終兵器スイッチオン。やったー。おお、なんか言ってなかった。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。